はい。シリーズ、ウィークエンドの西村です。今週もよろしくお願いします。えー、今日はですね、えー、報道しない自由発売というタイトルで、えー、お送りします。えー、今日2月25日、えー、私の新しい本であります、えー、報道しない自由ワニプラス新書がですね、発売になりました。ここにあります。ぜ、え、ひ、ー、 もう書店で、えー、手に取ることもできますので、えー、ぜひ手に取って、えー、パラパラめくってください、えー、パラパラめくるとですねあこれはちょっと読んだ方がいいなという気になると思いますので、えー、ぜひ読んでいただいてそしてあの感想をですねチャンネルアジア宛てでもあのもちろんあと私の SNS でもかま,かまいませんので、えー、ツイッター フェイスブックはあまり更新してませんがフェイスブックはフェイスブックであ、まあ、今メタという名前に変わりましたね企業名がそしてメタメタになってますね名前通りになっちゃった前は顔本とかって言われていてねフェイスブックは顔の本だしかし今メタメタになっちゃったそれはメタメタになるに決まってるわけですねで実はそのことは今回のこの 報道しないい自由には書いてませんそれはそれで要するに今のネット状況 IT 企業の問題点ですねこれはちょっと整理してそのうち書かなければいけないなとは思ってますがフェイスブックが陥った罠というのはこれはどんな IT プラットフォームも陥る可能性があるわけですね。やはり 無節操に商売をやりすぎる金儲けだけしか考えないとああいうことになるんだと思います。ますます厳しくなると思い,思います。えー、独禁法の問題それから密約の問題ですね。例えばグーグルとフェイスブックのまあその辺はねこの本に書いてないんですがあのーえー、グ,グ,グーグルとフェイスブックの密約があってですね、えー、要するに載せる記事ですとかあそれをその 恣意的に選んでたとかですねそういうことをやってるわけですねでそれがドキン法に違反するというそういう訴訟をアメリカの各州で、えー、起きてましてこれはやっぱり2020年の大統領選挙における巨大 IT が果たした非常にその反社会的というか不正的なですね、えー、情報統制 ですね、それがそのいよいよ明らかになってきて、まあ、それはバイデンを当選させるためにおこ行,ったもの行われたそういった不正だったわけですがそれがその別の形で例えば公正取引委員会による訴訟あの訴えになったりあるいは、えー、民間からのその そういった民事訴訟ですねそういったものをもうフェイスブックはいっぱい抱えてしまっているそれからプライバシーの問題で、えー、例の顔の認証システムあれはまさに中国共産党のために作ったようなものだと言っても語弊はないわけで、えーまあ、その辺を含めたですね、えー、ことでヨーロッパから非常に厳しい視線を浴びているまあもともとヨーロッパはアメリカの企業に対しては厳しい。 わけでこれが実は日本が一番欠けてるのはそこですよねそれをだから石原太郎はこの本には書いてないことなんですがちょっとですね本のご説明をすると、まあ、先週もだいぶお話したんですが、えー、報道しない自由というものが本当に危険である情報統制を行っているということですそれは今申し上げたその。 2020年の大統領選挙ア,メリカアメリカ大統領選挙でツイッターやフェイスブックは何をやったのかツイッターはご承知のようにトランプの非常に何百万人というフォロワーがいた、えー、アカウントをです、ね、1月6日の午後に削除したです、ね、2021年1月6日ですね。えー、つまり、えー、いわゆる 首都暴動議会暴動というものが発生した時間に合わせるような形でツイッターのアカウントを削除したそれはトランプが先導したというそういうその見方をですね強調するためにやったと言っても間違いないですね。というのは皆もう 家に戻ろううとということをですね何か不穏なことが起きるかもしれないということを察知したトランプがツイッターで、えー、呼びかけたわけですねところが、えー、その呼びかけ自体ももう削除されて消されてるわけですねそしてトランプが先導したんだという、えー、そういうそのバイデン政権と今のその、えー、FBI のそのの 捜査方針でずっと一年間そういったことが行われてきたそういう捜査がしかし、えー、むしろ逆にですね、えー、トランプを落とし入れたその要するにロシアゲートのでっち上げが今の今逆に問題になってきてるというそういうこともあるわけですねで今今ね私は話したその ちょっとアメリカに関してのそういった情報もですねおそらくうんほとんどの方は知らないと思うんですよこの番組の視聴者でもねでビ病な方はもちろんご存知でしょうしかしこの番組の視聴者でも知らないってことはこれ大変なことでそれこそ報道しない自由というそういう情報統制が行われているからそうなっているわけですね、えー、でこの本のですねちょっとその 最後の章と後書きをちょっとご紹介します。えーとですね、最後の章がですね「終章あらゆるメディアはプロパ,プロパガンダ装置である」という言葉になってますあそしてこの前のですね第4章メディアに騙されない方法あ第5章か。 メディアに騙されない方法というところでですねこれ最後の説がですね「報道されない安倍政権の世界史的レガシー」というタイトルになっています。でこれ実はねこれだけでも一冊の本ができるんですね。本本当にに日本もそうなんですがあの安倍政権に対しての まともなな客観的な評価それはいい面悪い面含めてですよそれがないと困るわけで例え来三本じゃ意味がなくてねいい面と悪い面をきちっと検証して書いた本がないというのが問題なわけですね。というのは日本のそしてまたそれを言う人がいないっていうことも大問題なわけですよメディアにそういう声が出ないっていうことはね。あのな,ぜなぜその 評価をしないとダメなのかというとこれはご承知でしょうが日本の歴史上ですね最長の総理時代を送った政治家なんですねまあ、これからまた総理になるかどうかは分かりませんだからまあそれはちょっと別に置いておいてもですねすで、えー、に第一安倍政権と第二安倍政権を合わせれば 明治時代の桂太郎よりも長いですね在職日数総理大臣をですねをその務めた総理大臣であるわけでこれは日本の歴史上最長内閣を作った総理としてもうそれだけでも歴史に残るわけですよね。それだったら 客観的なな評価がないっていうのはおかしいいじゃないですか非常にちょっとねここにあのこの第5章の話しますね「報道されない安倍政権の世界史的レガシー」「ポリティカルコレクトネスは弱者に必ず正義であるという客観的でない思い込みが前提にあるそれと同時にその前提が得意なイデオロギーとして悪影響を与える」「憲法九条憲法9条を改正する」とか 行為は断経で継承されるというような当たり前のテーマが政治的でイデオロギーによってあらかじめ忌避されテーマとして成立するのが難しくなる国会で憲法審査会が審議拒否や妨害にあって審議さえ封じられることは前述したとおりだ。安倍政権の成果 遺産が輝かしいいもものでも報道されない最大の理由はそこにある平成18年2006年に戦後生まれ初の総理大臣に就任した安倍晋三はその第一次政権と合わせて日本歴代最長の総理大臣任期を終え令和元年2020年9月16日に総理大臣を辞職したところがそんな安倍晋三や安倍政権の客観的な 評価を我がが国ででなななかなか見ることができない新聞は比較的検証記事が目立つが批判的な論調が多くとても客観的で適切な報道とは言えない。というのも日本のメディアが苦手な外交・安全保障の分野が実はアベノミクスに代表される経 経済政策より大きな功績を残していると私は考えているからだこの23年で世界で定着した自由で開かれたインド太平洋という重要なキーワードがある米中対決が鮮明になって新しい世界の捉え方として G7 主要国だけでなく世界中に通用する言葉になった。 そもそも今になって世界が口にするようになった自由で開かれたインド太平洋という言葉は安倍晋三総理が第二次安倍政権を始動させた10年前の2012年12月26日の翌日の12月27日に彼が英語で発表したアジアの民主的安全保障ダイヤモンドという論文がベースになった。 オバマ政権もやっと任期最後の2016年からアベドクトリンに従いトランプ政権になるとトランプ大統領は安倍総理の説明を全面的に受け入れ米国務省ペンタゴンのインド太平洋戦略所に決実したあ米,国防総省です、ね、米国防総省ペンタゴンのインド太平洋戦略所に決実した。 2020年からは英国フランスそしてドイツまでもがインド太平洋戦略を新しい外交のの重要な指針の一つとしたこれは日本の外交史上嘉永7年1854年の日米和親条約締結以来実に168年で初めてのことだ。 同時代の歴史を見極めることは私たちにとって最も難しいさらに言えば2012年12月の英語論文のひな形は2007年の第一次安倍政権崩壊直前の8月インド国会,国会で安倍総理が行った議会演説だったんだそれを指摘する鋭敏な米国人ジャーナリストはいるが日本ではほとんど見当たらないまあここで書きましたねその 我が国日本の外交史上初めてのことではないかというのはこれ日本の外交史上というのは、えー、日米和親条約締結してから日本の外交が始まったというそういう前提での話です。つまりその前の例えば、えー、ポルトガルとの交渉ですとかあるいは、えー、ロシアがやってきて開港を迫ったとかそ,それは外交に入れてないです。そうではなくてて国際条約として 外交を結んだ最初が日米和親条約八1854年だったわけでペリーが2回目に来た時ですねですからこれから日本が外交を始めた欧米各国とですね、えー、という前提での話でそれで180年以上日本はですが外交をやってるわけですが168年ですか幕末から言うとですねしかしこの安倍晋三が果たした役割っていうのは この168年間で初めてのことだということを私は言いたいわけですねそれは世界に日本が発表したドクトリンが外交方針が受け入れられてその言葉が使われたということですこれは実は大東亜戦争の時が日本が仮に勝っていたらそうなってたんですよあるいは大東亜戦争の最中も 大東亜会議に参加したアジアの諸,諸国はですねそれはもうビルマも含めてそれから王朝名の、えー、中華民国もそうですそれから当然、えー、インド亡、えー、命政府の臨時政府のおチャンドラボースもそうですつまり大東亜会議に参加した国はですね大東亜会議という名前の会議に参加して 日本で一緒に戦おうということを言っているわけですからそれは要するにえまあそっちの方が初めてだったといえば初めてだったかもしれないわけでしかしそれはまあ日本が負けてしまって今大きく否定されたというそういう前提があって言っているわけで欧米がですねその日本が掲げたアジア太平洋戦略というものに、えー それを良しとして、一緒に協力しようと言っているのは、これは初めてではないかということを言いたかったわけですね。で、そのことをね、ちゃんと、例えば、あの。女性のですね、これ若い、まだ二十代の。クリスティーナライというですね、これチャイナ系ですよ、多分。大学の講師がですね、あの。きちっとですね、論文で。それを書いてるんですね。 えー、日本はアジアをリードできるかという論文をナショナルイントレストに書いているんです、その話、えー、後半にします。